無駄に合流しよってからに。でフリーダはね馬なのでこいつ倒さないと登れないっていう面倒なことになったな。ったく。じゃあもうとっとと終わらせようぜ。じゃあな、当てて一回ぐらい記念受験を許して。すげえ回復する。良くも悪くもさ、外すからじっくり味わえるね。さすがに邪眼してチクチクまでする時間でもなくなってきたし、どんどん行くぜ。はあ？もう私一軍ですしみたいな感じで成長に手を抜かれるのは少々困りますね。決してまだ油断できる状況じゃないと思うんですが、フリーダさん、今からでも交代ありますよ。さあどんどん行け。でこっちはもうやっとこさ終わりですね。化身して最後の一本もらいましょうか。結局ジャガン当たらないままだったな。まあ現実的ではない。ちなみにマップ終了まで永続で石化するスキルなので、まあその命中やろうなという感じです。設定重視の技だな。やっと当たった。完全に石とかしたぜ。これでこやつもう動けません。よし、最高の気分。オッケー。漆黒さん交代を。さあどっちを狙うか見ものだね。でこいつもまた見せびらかしてやがるな、いい杖を。こっち来た。嬉しいような悲しいような。トパックだったら死ぬんかな。さあどんどん歌ってどんどん踊って、マラド終焉は近い。そしてレベル15の大台にようやく乗ったね。これでバイオリズムの調子を上げる技を使えるようになります。命中なんか辛いぜ。よし。ですが回復量も良くなってきたからね、場持ちだけはいいと思う。問題は合計してだな。さあ今日も邪眼するよ。こんだけ無駄に時間かけてるからね。あ、そういえばそんなのありましたね、お前。どんだけチクチクできるんや。さすがに拙者飽きてきたで候。潰すで、焼くで。よし。必要なる攻撃を。ジャガン。いいね、男だね。最後まで攻めてこい。いいよいいよ、そういうの好きだよ。でも私もさすがにそろそろ飽きてきたのでね、死ぬまでチクチクできそうですが、オッケー、終わりだよ。終わらないよ。ここ当ててくんねえと終われねえんだわ、フリーだし。ここ当てて一旦の録画の区切りとして水分補給でもしたい気分だな。謎の鍵を手に入れたぞ。さて、これで
ある程度落ち着くかな。失礼。強いフリーダさんが一撃で倒すというこの光景、違和感しかないぜ。持ち直した。力上がったらお釣りが来るね。で、守り手救出で一気にこっちに持ってきます。こんにちは。よし、これでやっとここにいる人たちも少しずつ直せるよ。魔力分回復なので量としてはささやかかもしれませんが、意外とバカにならないね。うん、7回復だから結構大きい。ではニケ様どうしよっか。ここであいつもどうせ長弓だろ。ちげえわ、マジかよ。1だってよ。つつき放題よ、お得。たださすがに少々時間がかかりすぎだな。どんどん直して、どんどん直して。テンポロスであるが事故の方が怖いからね。ほんと当たんね。この黒の先にマラドの栄光があります。そっち殴っちゃって。釣れるよね。釣れました、釣れました。一旦引き継いでこの辺に行ってみるか。1、2、3、4、5、まあどっちにしてもラフィールは問題ないのでこのまま行きます。この濃紺どうにかならんか。マジで鉄使ってんだぜ、鋼じゃないんだぜ。頼むぜ、そろそろ。なんなら今は支援まで入ってる。あらあら、あの段差使ってるから範囲に入ってねえか。なら仕方ねえ。やっぱ倒さないと先には進めんぜ。オッケー。交換手ありでどうぞ。オルグの支援も入れておくぜ。カモン。あれ来ねえな。しゃあねえな、もうこっちから行くか。攻めるぜ、攻める。マラドオープンザドー。おかわり。チーン入れときまーす。一応下げときまーす。カモン。真っ先に突っ込んでいける。やるね。すごい、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。回復。こいついいもん持ってんな。まあ鋼だともう高速落ちしねえのか。いいね、鉄で延々チクチクやってもいいんですが、豪快に行くのも悪くないぞ。歌います。薬欲しいんやけど。薬あった。ちょっと録画中断します。映像データが重々ですよこれ。さらば。そういえばここの会話まだ聞いてなかった。コミュ障ですか。何が目的だ。ミカヤに近づくのは一体何のためなんだ。守るため。
ミカヤは俺が守っている。今のままでは任せられん。この私を凌駕するほどに強くなる。無理やろ。一発痛えけど、これですら経験値に入るし、でドゥドゥドゥって入ってプッてってレベルアップして力がポーンと上がるわけですよ。マラド覚醒の巻なんだが、レベルアップ。さあどこ上がるの。つうかさ、今気づいたけど技が致命的なんだが、この人技すごくね。逆にすごくね。怖えよ、こいつの投げる手やり超怖えよ。あのアーチャーはとんでもないものを持ってったな。そしてマラド覚醒、技も上がっちまうんですね。なんで？もうちょっと命中率に気を使ってほしいね。はい、技上げよう。技上げるぐらいだったら力上げっから。まあまあまあええよ。3ピンで力上げてるのはいいことなので文句も言いづらい。どこかカンストしてるわけでもないんですけどね。なんでこんなことになってしまったのかはよくわからない。さあ来ましたよ、ついに玉座へ。アニメーションオンにして存分に楽しもうか、ジェルド。おお、一人最低何人潰すんでしたっけ。僕わかんないや、難しいこと。そういえば君はショートスピアを持っていたんだね。おお、もう互角よ、互角。なんか草ですね。こっから支援乗るわけだし。行くぜ。調子に乗ってよくぞここまで来たな。だが俺はただでは死なんぞ。俺が死ぬならお前らを残らず道連れにしてから。メンツを見て物を言えよな。行くぜ。かっこいい。おい、やるやん。経験値もまあちょっと多いね。ショートスピアだからすぐなくなっちまうぞあれ。ただ向こうの、あ、ちょろっと回復してる。ふっふっ、成長したな、マラド。嬉しいよ、私は。ここまでやった甲斐もあるよ。行くぜ行くぜ、どんどん行くぜ。おりゃ、もう幕引きだな。早いな。意外とジェルドを圧倒するマラドってフリーダさんは結構レアな。うん、なんかナチュフリーダさんって名前呼んでる数よりマラドの回数の方が多い気がするわ。もはやマラドじゃねえよな。どこぞの山賊のような成長してるから。さあお互い必殺を出すわけでもない地味な戦いが繰り広げられております。エディ君の経験値の稼ぎ具合はまあ上々ね。下ろすぜ。さあいつでも制圧できますよ。さあ憎き暁の巫女を眺めながら目の前の強大な壁と立ち向かうがよい。痛い。やるやん。そろそろ飽きた。同じ絵面だもん。支援入れまーす。まあこの回復量の差、調合薬も奪われてるからな。結果は見えているぜ。あともうちょっと頑張れ、頑張れマナド、頑張れ。よし、では最後の一撃、そしてジェルド将軍のエーギルをいただいて終わりといこうか。終われないじゃないか。終われねえ。ジェルド将軍の意地すごいね。頑張るね彼。もう楽になれよ。粘るなー。
ショートスピア使い切る機会、あいつ。使い切ったら見事。全然無理だ。はい。ぐ、が。俺は詫びる気などない。食える気もない。俺は俺のやりたいようにやったのだからな。巫女よ、お前の勝ちだ。俺を倒してさぞ満足だろう。せいぜい浮かれておくがよ。だが、お前もいずれ。元老院のクソっぷりを知ってるんでしょうね、この口調。では、あなたのエーギル、堪能させてもらいますよ。最高に素晴らしいエーギルをありがとう。今欲しいところ全部くれたね。では制圧します。制圧していいの？最後の確認。これは OK。これダメ。全部くれ。装備全部くれ。もらえるもの全部もらっとく。間違いない。トパック君が持ってる最後のその2つをもらって終わりですね。あー、ビーゼのも取っときゃよかったぜ。まあいいか、ビーゼが持ってるの薬草ぐらいでしたっけ。よし、私たちは自らの力で国を取り戻したわ。やったぜ。君のおかげでデイン王国は蘇った。みんなで共に戦った成果です。僕と一緒にデインを支えてくれるね。それはもちろんそのつもりだ。サザ、まあしばらくの間だぞ。デイン王国軍の総大将、いきなりだな。いいんじゃないか、とりあえず受けとけば。まずひざまずいてくれる？ほう、魔導将としての地位、爵位、やったぜ。力があるものはなんか必然的に運命的にそうなっちまうんやな。というわけで強制クラスチェンジ入ります。能力値は知っての通りです。申し分ありませんね。今回はやっと使えるんだな、ミカヤ。このステータスはね、前線に出て暴れてもらえる感じなんで非常に期待しております。よろしくね、黒タイツで。ちょっとスカートチックになったぜ。で、何気にファンアートとかは一番少ない中間フォームでもありますね、これ。変な感じです。よく似合ってるよ。まあな。なんなのその反応は。珍しいね、サザが照れるなんて。イチャイチャしてら。いいな。しっかり者のお姉さんのいるサザが羨ましい。さあ、エンディングだ。泣けよ。あんなに地獄のようにチクチクした後だと、なんか感動の前にいろいろなものが込み上げてくるな。まあ通常の動画だとはカットしそうなんですがね。まああれだよ。今回はカットしないんじゃね。あそこ、まあカットして、あれだったら、まあ皆さんがカットするじゃろ、的なところはある。なんか右側の人数が少ない気がするが気のせいだろ。というか今更になって、上級職のハルバーディア、何しに来やがったあいつ。もっと早く助けてくれよな。王子。メグちゃんすげえいいポジションにいるな。どうぞ。イエーイ、イエーイ、イエーイ。
やったぜ、デイン王国、ここに復活でございます。これでミカエたちの冒険は一旦終了することになるのじゃが、まだ少しだけお話は続くんじゃよ。もう行ってしまうの？一晩ぐらい伊豆川殿と同席するのは嫌？それもあるけど、なんていうのかな、ほう、他の兵たちも俺たちがうろちょろするとやっぱ嫌な顔するからさ、だからやめとく。ほう、ミカヤの前ではみんな態度に出してなかったけど、いないところでは結構露骨に避けたりしてた。なんてやつらだ、人間チックだぜ、実に。まあな、デインはね、そういうところあるのよ。トパック、泣くなよ。俺女の子に泣かれるとどうしていいか分かんねえんだからな。元気でな。そっちもな。お前たちが来てくれて、その、助かった。ありがとう。うわっ！なんだよ。俺感動で涙ですわ。お前の口からそんな言葉が聞けるなんて。ようやく大人になってきたんだな。うんうん。お前も大丈夫かよ。自分を産んでくれた両親のことを知りません。育ててくれたおばあさんが死の間際に印の意味を教えてくれた。ベオクとラグズ、どちらもの血を受け継ぐ証、それゆえどちらからも忌み嫌われるもの。うん、まあ占いの力とかもそこに関連するんでしょうね。はい。おう、サザ君がいる限りあなたはどんな苦難にも耐えられる。そんなこと言ってベオクはどうせ口約束だけじゃないんですか？そういうわけじゃありませんけど、期待して待ってて来なかったら辛いから。いい顔で笑うようになったじゃないか。うわー、戦力が。ガリアへ。なんか人数半分ぐらいいなくなるな。絶対また会おうな。こうして見るとビーゼさん割とウッキウキやぞ。オルグさん、護衛やったぜ。というわけでオルグさんは残りました。やったね。第1部完となります。ミカヤ軍の今後については結構しばらく後かな、出てくるのは。長時間ありがとうございました。これでもマラドよりは短かったんだぜ。今回体感マラドの数倍長かったが、ありがとうございました。